静岡市久能海岸の名物、静岡の観光いちご狩りも今年は新型コロナウイルスの影響を受けて厳しいシーズンになりましたそうした中、清水区の農家の組合が来月解散することになりましたイチゴ狩りは時代とともに変わろうとしています静岡市の久能海岸です駿河区と清水区にまたがるこのエリアには イチゴ狩りの農園が50件ほど締めきますそのうち清水区の6件が加盟する丸蔵いちご狩り組合が来月末で解散することになりました昭和のね58年ですかその頃にですね年間23万人ぐらい23万人強ぐらいですかね入ったという記録がありますけどええ。 清水区の組合は、1965年に35軒の農家で設立し、最盛期の1983年には、年間13万5000人もの客を受け入れました。しかし、去年は2万6000人にまで落ち込み、今年は新型コロナの影響もあって、さらにその半分にまで減りました。 全部手作業ななんですよね機械が入らないここはまたあの天候に恵まれていましてね、うど山があの冷たい風を遮ってくれて、から海のあったかい風が来て、その中でのこの夏の作業も、結構厳しいんですよね、ええ、高齢化や後継者不足などで、組合員の数が年々減り、今シーズンを最後に、組合を解散することを去年から決めていました。 三十五県が加盟する駿河区の組合でも高齢化や後継者不足は同じだと言います課題の解決をするため若手の経営者たちが動いています店をおしゃれなカフェに改装したりオリジナル商品を販売したりといちご狩りだけではない新しいやり方で苦悩のいちごの魅力を発信しています イチゴの本当の発祥の場所が、だんだん、ね、その体に大変だからっていうところで、衰退していってしまうっていうのが、やっぱり寂しいし、山内さんの農園では、今年1月、店を改装して、オリジナルのジャムやジェラートなどを販売しています。受け継いだら何か 自分にできることは何かっていうことで、こういうふうにね、<laughs> あのまあ、ジャムなんですけど、石垣いちごのジャムなんだっていうことで、価値を知っていただきたいなと思ったのがきっかけですね新しいやり方で意気込んでいた矢先に、新型コロナの猛威が襲いかかりました台風の被害はいつもでしょうし、もっといろんなことあったと思うんですけど、やっぱ乗り越えて、今があるので。 私たちもここを一つ乗り越える、そういういい節目ななんじゃないですか、ね、100年以上続く伝統を未来につなげていくため、いちご農家は頑張っています。